段は会館の清掃や書類整理など館内業務になります。ただお仕事のご迷惑がいただきましたら、病院のお迎え、またご葬儀の打ち合わせ、お通夜式、葬儀式当日の担当、その後ご集金と一連の流れでお式のお手添えさせていただきます。その他にも地域との交流を深めるために、町内会のご挨拶に回ったりとも行います。お仕事の状況によって、多忙な時との差が激しいのが特徴だと思います。やりがいはたくさんあるのですが、その中の一つを挙げさせていただくのならば、自分の年齢の倍以上の方とお客様として接し、させていただけることです。お打ち合わせの際にそういった方だとお話しさせていただきますと、ちょっとした動作であったり言葉遣い、また物事に対する考え方など、そういった部分全てが自分を成長するきっかけになります。ご家族の方が笑顔で個人様との思い出を話してくださると、温かい気持ちに胸がなります。それはこの仕事の特権だと思います。本当に様々な方がいらっしゃいます。全ての方が喜んでくださる言葉は存在しません。個人様の生き様によってお式で喜んでくださるポイント、また望むお式の形態もバラバラです。どのようなお式を行うことが個人様のためになるのかを会話の中から見抜いて形作ることがとても重要になります。しかしそれはとても難しくて、正直まだ正解が分かりません。なので日々どのようなことがお客様のためになるのかを考えながら日々業務に取り組んでおります。これから多くの経験を積み、地域の皆様方、またご助会の会員の皆様方から玉泉院が愛されること、安心してご葬儀をお願いできる存在になりたいです。また個人の目標としては、仕事量のキャパを増やして、自分一人だけではなく常に周りを見てフォローできる人材になりたいです。お客様や個人様への気遣い、心遣いに関してはすぐに実践できるものではございません。なのでまずは自分自身から、そしてお客様に安心していただけるよう接客へとレベルを上げていきたいです。